け。おやすみ。おやすみ。じゃーん。シックスパッドお父さんに買いました。イエーイ。買っちゃいました。これ僕も見たことあります。ちょっと気になってたんだけどね。うん、買ってみました。ちなみにお値段の方は。お値段はいくらだっけな。6万ぐらいかな。おお、2つ合わせて。うん。オメラ高えな。でもこれで鍛えていこうかなと。ネットで調べた限りでは。すごい効いてる人が多い、うん、持ってる人いますかね。ちょっとリツにもね使いたいんだけど、これ子供使っていいんでしょうか。詳しい方いたら教えてください。はい、コメントからどうぞ。ムキムキになろうぜ。ムキムキは嫌だな。嫌なの。ちょっとガリガリの細マッチョがいい。なんでチャドみたいになろうよ。ラオ大人になってからや。今からチャドみたいになったらさ、友達が近寄らなくなってくるんだけど。腕を鍛えようよ。それで腕も使えるんだもんね、このちっちゃいのは、うん、そうそう。しかも携帯のアプリと連動してて、うんうん、まあ昨日一回やったけど、うん、効きそうな気がする。俺も使えるんだったらちょっとやってみようかなと思います ね。はい、はい、以上シックスパッドの宣伝でした。はい、さよなら。さよ